駅から出ると噴水が広がり、そして緑に囲まれた通路がある中央公園、阪神尼崎駅の西口であります。右に行くと尼崎観光案内所があるんですが、今回はですね、この前の動画でですね、通ること通れなかった尼崎中央商店街からですね、歩いていきたいと思います。まあ週に一度の尼崎ウォーキングですからね、尼崎に来るといろいろな発見があるものです。さあそれではですね、早速こちらから出発していきたいと思います。ちょうど今、阪神バスの尼崎市内線のバスがですね出ていたところですけれども、前回はですね、尼崎周辺を紹介した動画ではここまでしかご紹介できなかったんです。でですね、この中央公園に行くとですね、こういう像が建てられています。脱皮する平和ということで、2005年8月6日に作られたステンレスの、像が、火がですね置かれています。そしてこちらには尼崎市民憲章の全文と本文が書かれているんですね。火が建てられています。その、右奥になると、交番があるということになります。さあ今回はこの尼崎中央商店街の中をですね、ウォーキングしていくということになります。まずは尼崎中央一番街、この周りに行くとですね、パチンコ店が多くあって、立ち食いそばのお店も中にはあります。こうやって広々とした、長い直線ということにもなります。こうやって快活プランもあったりしてですね、尼崎を代表する通りの一つということにもなりますね。この地点が、中央一番街の終わり でここからが、三番街ということになります。こうやってですね、黄色のですね境内のようなものが上に飾られてますね。こうやって上を覗くと三虎殿ですね。こうやって阪神タイガースのですね優勝祈願の上りが、随所にですね飾られているということになりますね。こうやってですね、黄色のですね提灯がですね飾られていて、見えてきましたね、優勝記念セールまで、6月28日現在ね、マジック71というですね、出てますね。まさに、3番街一丸となって、阪神タイガースを応援しているということなんですが、ちょうどこの地点で、3番街は終わり、そしてここから中央4番街へ入ってくるということになります。中央4番街の商店街の、商店街ずっとですね、まだまだ続いているんですが、この時点で、550メートルということになります。そしてですね、ちょうどこれから中央4番街の中央ということ中間ということになるかなるんでしょうけれども、こうやってですね、弁天さんのですね西福神のですね絵がですね上に描かれてあるんですね。歩き出して800メートルになろうというところで、三和本通り商店街の7丁目に達しました。こっちから、北の方に行くと、三和本通り商店街、そこですね、南北に、連なっていくのが三和通り商店街。この位置で阪神山形から850メートルですね、ということになります。でここもですね、三和本通り商店街の一角ということになっていて、そのですね、アーケードの出口も見えています。この通りは三和西橋商店街ということなんですね。三和ウエストでありますが、さあその、もうすぐして歩くと、そのアーケードに別れを告げて、出屋敷方面へ、出屋敷から尼崎センタープールの方へ向かうということになります。
三和本通り、三和西通り商店街を出てきたこの地点で1キロということになります。そしてですね、ここから神田中通り6丁目の方に出てくるということになります。竹谷交番前の、交差点に来ました。ここをですね、南にまっすぐ行くと阪神の出屋敷駅へつながっていくことになります。そしてここから右に行くと、琴浦通りへと、入ってくることになります。尼崎市内線の阪神バスが通過していって、阪神の出屋敷駅の方へ、今は向かっているということになります。阪神出屋敷駅へ向かう道路から、右に曲がって住宅街の、狭い道路の方に出てきました。今は宮内町2丁目の住宅街の中を歩いているんですが、この住宅の魔女があるんですが、ここがですね、出屋敷駅になるんですね。その、マンションのですね、囲まれたところに駅があるのも非常に珍しいという印象を持たせられます。阪神出屋敷駅のですね、住宅側を、通過していったところ、この時点で 1.55 キロということになります。そこからですね、尼崎センタープールの方へと向かっているということになります。するとですね、公園が見えてきました。宮内公園なんですね。2007年にマチカロチャーミング賞を受賞した、本当にですね、本当に庭のような公園ということなんですけれども、今宮内公園の中に入ってます。これって緑の庭園があるんですね。ちょっと階段に上がりたいと思います。ちょっと失礼させていただきます。いよいよ随所ある公園で、本当に民家が住んでいらっしゃりそうな感じがいたしますけれども、本当に庭のような感じです。その民家の一角に公園があるというのも本当に珍しい。また尼崎市で発見、新たな発見をしたような印象ですが、こうやって、休憩所もですね、あります。屋根付きの休憩所もあります。そしてこちらが北側の、出入り口ということになります。昭和47年8月に完成したですね、橋の方に上がってきました。ちょっと橋の名前が逆にありましたので、ちょっと分かりにくいんですが、こうやってですね、川が広がっています。晴れ間も見えていますので、ね、本当に川が青く映っているようにも感じられます。でこの道を行くとですね、尼崎センタープールの方に向かうということになってきます。今ご覧いただいたのは淀川ということなんですね。バス停を過ぎて、これから信号を渡りたいところですが、ここはですね、左に行きたいと思います。そうすると住宅地の方が広がってくることになります。住宅街、大きなですね、高層の住宅が立ち並ぶところで2キロということになります。阪神尼崎駅の西口から2キロということになります。さあそうしますとですね、公園が見えてきました。こういう公園なんですが、まずこちらがちびっこ広場ということになります。砂場があって、休憩スペースが、中にあります。そしてですね、健康遊具がですね、3つ置かれている広場ということになります。こちら明林公園というところになります。ここがですね、川沿いの出入り口2箇所あることになります。こうやってですね、緑がですね、囲まれたところが2箇所出入り口、川側の入り口ということになります。
って、そうするとですね、こちらにも木がですね、何個か建てられていて、これは明倫小学校なんでしょうか、創立40周年記念、平成3年に作られた、碑も置かれています。ちょうど右手にですね、ちょっと緑に囲まれていますが、学校が見えてきましたが、それと同時にですね、モーターボートの音もですね、聞こえてきました。もう尼崎センタープールが近づいてきているということになります。右に回ってきますとですね、幼稚園がですね、幼稚園っぽい姿なんですが、生徳ミニ図書館なんですかね、幼稚園らしい施設なんですけれども、こうやって、まあ、滑り台とかも置かれているようですね。まあ、こちらはですね、市営住宅を、左に見ながら進んでいきますが、あ、もうですね、センターポールの、尼崎ボートレース尼崎の姿も見え出しています。で、こちらが聖徳小学校なんですね。今こうやってですね、大きな運動場がありますが、聖徳小学校前を通過したことになります。あ、ここにも警備員さんがいらっしゃいますね。今阪神電車が通過していったところです。さあ、まささきボートレース場の姿も多くなってきましたが、右に行くとですね、こうやって天然温泉の、場所があるんですね。今日はちょっとボートレースが開催されているということなので、右側から行きたいと思います。こうやってですね、大きな天然温泉があるというのにはびっくりですね。さあ、もう間もなく、ボートレース尼崎ボートレース場に到着ということになります。こうやって上の方にはですね、センタープール前駅からつながる通路があって、屋根なし、雨にほぼ濡れることなく、ボートレース場の方に来ることができます。さあ、ボートレース尼崎ボートレース場に到着であります。まあ、私もここ来るのは久々なんですけれどもね、34分11秒尼崎駅から歩いて 2.82 キロ、3688歩を歩いて236歩の消費ということになりました。今日はレースが開催されているので、これが正面ということなんですが、ここにもですね、外向け前売り発売所というのがありまして、多くの皆さんがですね、競艇ボートレースファンの皆さんがですね、フラケンを買われている様子が伺えます。では私もですね、これからあんまこの久々にこのボートレースに入ってですね、見てみたいというふうに思います。一応、尼崎駅からボートレース尼崎までをウォーキングしてきました。